ガンブレード NY 筐体。アップライト型。ガンブレード NY は、セガが1996年に発売したアーケードゲーム。ニューヨークを占拠したテロリスト組織を、特殊攻撃ヘリコプター、ガンブレードに乗り込み機関銃を乱射し壊滅させるのが、目的のガンシューティングゲーム。AM3 件によって、モデルに基板で製作された。筐体には巨大なマシンガンが、直付けされ、 50型のプロジェクターを搭載したキャビネットタイプのデラックス筐体とやや小型の CRT を搭載したアップライトタイプのスタンダード筐体が存在した。射撃の反動を再現した振動がやたらと激しいのが特徴でゲームクリアまで投資でプレイするとプレイヤーの腕が痺れるほどである。ステージは Easy、Hard ーーの2つが用意されどちらも4つのエリアに分かれている。 トリガーを引いているだけで連射ができるようになっており、敵キャラのアンドロイドは弾が命中するたびに跳ね回って最後には爆発する。敵キャラ以外の自動車なども撃つことができ、爆発するといった派手な演出が話題を呼んだ。プレイヤーのマシンガンで敵が発射するミサイルを撃墜することができる。ハードステージ後半に到達すると、ヘリコプターが反転した場所に敵キャラが存在し、反転と、 ほぼ同時に撃たれるといった不条理な面もあり、ボスキャラよりも強いザコキャラとされていた。敵はアンドロイドなのでマシンガンの銃撃にも数発は耐えるが、ボスを覗き頭部を撃つと一発で撃破できる。また、水中に落としても一撃で撃破できる。敵の攻撃を受けるとナイフが1個減り、0個になるとゲームオーバー。また、 スコアアタックモードも搭載されており、後期にはこのモードにおけるハードユーザー同士のスコア競争に火がついていた。大ヒットを果たしたゲームではないが、一定以上のインカムを稼ぐ寿命の長いゲームとされている。1998年には LA マシンガンズという続編も制作された。2010年に LA マシンガンズと一本化し、ガンブレード NY& LA マシンガンズアーケードパックのタイトルで Wii へ移植され、欧州で発売された。国内販売はされていない。自分のヘリの進行方向及び向きが毎回ランダムで異なり、ゲームプレイ時の視点が毎回違うのが本ゲームの最大の特徴である。そのため、大まかな流れは同じだが、敵の出現するタイミングや攻撃の方向が毎回微妙に異なっている。 これは開発スタッフが 3D で空中からの攻撃を生かすなら毎回視点が異なったら面白いとして本ゲームにおいて実現したシステムである。ただし実際にはスコア狙いのパターン化不可能、視点変化と同時に攻撃などの理不尽な展開が時折出るなど結局は運任せの部分が強く出る点で評価は微妙である。バランス調整が難しかったようで。 開発スタッフ自身、ゲーム誌のインタビューで、かなり無謀なことをやってしまったと語っている。続編の LA マシンガンズでの採用を最後に、このシステムは使われていない。このゲームでは、トリガーを引いている間、反動で操作用のガンが揺れるようになっている。これは、精密な射撃が阻害するもので、敵の頭部を撃てば、一撃で倒せるという仕様と相反するため、反動を 意図的にオフにしてあるテンポもあった。また、トリガが引きっぱなしでの自動連射は、手で連射することで簡単により早くできるような、遅い連射で、スコアを目指すものは自前で、連射するのが常だったため、なおさら反動は嫌われた。ゲーム自体の連射への耐性が高かったため、スターブレード同様、連射装置を取り付けた場合の難易度軽減効果は、絶大だった。ただし、取り付けた店舗は、 比較的少なかった。ありがとうございます。